始まりましたいましたうちのゲーミングメガネよっはい。ありがとうございます。どうも。デブメガネです。どうも。キモメガネです。ダメだな。違う違う。あ、そうなんだってなるから。デブメガネ、キモメガネでやっていきましょうよ、このラジオは。デブとキモで、デブメガネ、キモメガネですじゃないんだよ。ということでね、あの、僕と富さんで、あの、ラジオ動画を 撮ろううってい話はい今日は第1回目ということでこの、はい、えー、岩下弘明のスーパーラジオ何えこの <laughs> ちょっと待って待てまず岩下ー二のもう初めて聞いた人は岩下楓二っていう一人のパーソナリティと思われてるけど岩下君とー二ですか、はい、私岩下君と、はいえー二のゲーミングメガネということでこの1週間にあったゲームの まあなんだろうな、発表とか、いろいろそういうのを取り扱っていこうというラジオになっております。ゲームニュースもあれば、ゲームで気になったこととか、今ちょっと熱いゲームとか、そんな話をしていこうかなっていうところで、僕らメガネかけてんのもあるし、ゲームにちょっとかなりおメガネ、おメガネかけてみちゃうよっていう意味も込めてのゲーミングメガネね。素晴らしいですね。素晴らしいネーミングです。がけましたよろしくお願いしますね。デブメガネが喜んでくれました。 今週にいありましたねそうですね、今週、まあ、なぜ今週から始めるかというと、うん、まあ今週が相当、うん、ゲームに関してはね、すごいニュースがいっぱいあったんで、いや、相当ありましたね、はい。まずあったのが、サマーゲームフェスっていう、まあ、海外の方で、あで配信されてたやつで、うん、でそこから、まあ、川木に E3、まあ、E3、e、がねあの、まあ、ゲーマーは知ってると思うけど、E3 っていうゲームニュース番組じゃないですけども、イベントみたいな、これがね、実は2年ぶりだったんですよ。 あ、そうなんですかそう、去年やってなかった。去年やれなかった。コロナで。そう。で、ついに E3 が、まあまあ、オンラインで配信できるぞってなって、今回、この E3 やってて、E3 中にもね、まあ、その Nintendo Direct 多分。そうですよね、大取りで出たんですよね。一番馴染みが深いと思いますけど。それを含めて、ちょっとゲームニュースをみんなで話していこうと。だいぶでかいことありましたよね。そうだね。なんか、ふうじさんが。はい。 気に入りそうなやつはもう特にやっぱスマブラああスマブラね。任天堂ダイレクトのまず一番最初に発表されてましたけど。おうん。えっと、鉄拳のカズヤ参戦。はい。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの,の DLC、新キャラに鉄拳からカズヤ。え<っ>、はい、スマブラの,その参戦のなんかルールみたいな規定って何でしたっけ。は、えっと、ゲーム原作であること。 多分それあと任天堂、ニンテンドーのハードで出たことあるも多分必要。うん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 。そう。<laughs> で、えーと、鉄拳は、鉄拳アドバンスっていうゲームボーイアドバンス版と、あと Wii U で、鉄拳タックトーナメント2っていうのが出てて、そこでも完全にもうコラボしてマリオ衣装みたいなのあったりとかしたから。あ、なるほどね。そ,<う>そこでもう、癒着があったわけだ。癒着じゃねえで別にンン、うん。仲いいだけね。で <laughs> もでも、でもにしては今なのよ。ストリートファイターも出て、 SNK からあかあのテリー・ボガードも出てとか出てんのに、今やっとなのが、まあちょっといろいろあ勝手な妄想だけど、やっぱり平、はい、八っていう鉄拳をあの代表する、そのキャラクターを出したかったけど、まあ、鉄拳のその平八が、の声優さんが亡くなっちゃったんですよ。はい,はい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 。そうそうそう。それでまあちょっと、あのー、いろいろと考えがあって、和也になったのかなとか、なるほどなるほど。 なんか俺あんまりその鉄拳 PSP でしかやったことなくてはいはいはい、はい、あのずっと PSP であの一番邪道一番邪道,一番邪道よ PSP なのえっ俺 PSP でずっと格ゲーじゃないですよあの<え>キャラクター見るエディットでずっと右左 <laughs> 右左やっていやいやこやっ胸揺れるなーじゃないんで <laughs> あれ PSP の鉄拳ってさあれついてさなんかあのー <laughs> あの、十字キーに貼る、あの、パッドみたいなあれ、あれ違うい,い,いや、俺、あの、中古で買ったん,だ <laughs> んですよ。何の愛もないじゃん。<laughs> 正規品わかんないですけど、それ、あんまりそれ知らなくて、鉄拳の。はい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 。カズヤってのは、あの、敵を倒してマグマに落とすやつなんですか違います。僕、それツイートもしちゃったんですけど、<laughs> はいはい、はい、<laughs> あの、あの PV だと、うそういう人じゃん。そういう敵を見つけては、強者を見つけては。<laughs> 本当に平気な人かと思ってお父さんの平八を落としてたんですよ。 平、ね、八を落として、で後日平八に落とされてたの。で、だからまあちょっとあれ、あのシーンが、だんか特がちょっとあのー、象徴的なシーンなんだけど。親子関係に問題のある家庭、そうあそう全部そう、ね、孫からおじいちゃん、ひいおじいちゃんまで全部、全部確執があるっていう、そうなんだっていうゲームで、まあでも、かなりね、そのまだ内容が、発表はまだされてないのかな、この動画が配信される頃には。 まあまあ、でも、かなりいろんな技があった、なんかたぶん、スマブラの中で一番技多いんじゃないかみたいな。っっえぇーてケテ技多いから。1キャラ100個ぐらいあったりするから。はいはい,はいはいはい。そうそうそう。なんで、ちょっと楽しみですね、そこは。あなるほど。はい、まだ,それだけスマブラにも注目ということで。そう。崖に落とすキャラじゃないってことだけみんな分かってくれれば、多分多たぶん楽しめると思います、ね初。初見の人みんなそう思うと思う。<laughs> <laughs> 完全にそのキャラのやる同情破り、マグマ落としね <laughs> そんな、変態じゃないから、そんな。まあ、スマブラそんな感じで。はい。なんか他に、ふイさん気になったタイトルありましたま、ああの、ニンテンドダイレクトで言ったら、メトロイドドレッドですね。あ、メトロイドね。うん、いや、俺も全然わかんないそう、うん、メトロイドって、いや、俺もあの配信見てて。ふ、はいさん、ふいさんも世代じゃない。いや、世代スーパーメトロイドってスーファミがね、流行ってたかな、多分。 で、まあ、かなり、あの、ニンテンドーの中でホラー要素が強いのよ、メトロイドって。コズミックホラー。そんなゲームなんすか多分、あの、エイリアンを元にしてる。あ宇宙ホラーみたいな。そう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 。宇宙,う宇宙船が不時着しちゃった星を探索してたら、なんかやべえ生物いたみたいな、そういう感じなのよ。<お><う>はい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 。で、なるほど19年前に、うん、メトロイドの,の 2D、要するに横スクロールメトロイドが、 最,最終作が19年前だったの。ほう,ほうほう、もう<で>19年前。出てなかったのよ、メトロイドって。あんななんかスマブラで、当たり前のようにサムスっているけど。いや、そうですね。スマブラでなんか、まだあいつ活動してんなぐらいの <laughs>。<laughs> ニンテンドーといえばみたいな顔してるけど、19年前に出た、<laughs> 確かそれもアドバンスかな。ゲームアドバンスで,てで、俺その1個前のメトロイドフュージョンっていうのをすっごいやってて、すごい好きだったんだけど、全然出てなくて、でそれがついに 2D で出るということで。 あなるほど。これはね。で、一応、メトロイドプライムっていう 3D の FPS のやつもあるんだけど、<laughs> それもなんか作ってるっていう噂も出てるという噂が発表もあったかな。メトロイド界隈活発になってるってうそう、そろそろちょっとメトロイドそろそろ起こそうかなっていうのがあって。あれはだからね、まあ、ちょっとやってる人からしたらでも、やっぱ 2D のメトロイドこそ、メトロイドみたいな人もいるから。うん、あ、まあもともとはね。そうそうそう。そうですから。そしたら私もすごい楽しみです、あれは。一番楽しみかも。あの E、中メトロイド、e えー、メトロイドがぐ。ぐい。その、もともとメトロイドやってる人たちは、うん、その、もともとサムスが女の子だったのを知ってたんですかあ、でも俺もね、64のスマブラやった後だね。知った。あーそうなんですかうん。え、それストーリーで言われるわけじゃないんですかあ、出る出る、ちゃんと出るんだけど。出るんすかあなんかクリアしたりとかしなきゃ出なかったですの。<laughs> あーなるほどね。あとゲームオーバーになると、一瞬体が出てくるんだけど、はい,はいはいはい。あ,あ、女っぽいみたいな。 まあ、ちょっと昔のゲームだし、荒い。ああ、見た、そんな感じなんですね、<で>意外と。スラサムスって女なんだみたいな。クリアクリアスピードが速かったりすると、あの水着になったりするの、ね、よ、最後。えー、<う>あなるほど、そういうやり込み要素的な感じで、そう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 ,そう,そう。ちょっと出てくるみたいな。だ結構ね、だこれでまたちょっと 2D メトロイドの面白さが出たら、今の結構、海外のさ、2D スクロール系って、大体ああいうメトロイドを元にしてるのがあったりするから。 はいはいはい。まあ雰囲気ね、確かに。そう、ホローナイトとかやったことある。ないか。結構、あの、ちょっとアンダーテール界隈とかと似てる感じで、ちょっとこう人気なインディーズなんだけど、それもかなり多分メトロイドを意識してる作品ですね。っていうのが、やっと復活。やっと復活すると。これはね。確かに、ちょっとこれを機にメトロイドをやってみるのもありかもしれないですね。予約開始してますんで。うん。なるほど、メトロイド。 他にはいや、めちゃくちゃあるんだよな、でも。言っていいのかないや、あるある。いや、マリオパーティーとか。ね。マリオパーティーとか。メイドインワリオでしょメイドインワリオいいね。やっときたねメイドインワリオ。あと、ブリス・オブ・ザ・ワイルド後編。あー、そうか。これね。ブリス・オブ・ザ・ワイルド。あんま情報出てなかったですけど。うん。あれこれは楽しみっすよね。でも後編の情報出たけど、全く何を言ってるか分かんなかったよね。 何の話してどうういことですか確か、そのンの後日談なのよ。はい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 。ワンの後日談で、ちょっと見えねえな。ちょっとやめてください。あと、1回目のラジオで、猫の尻尾が出てくるのは初めてです。いるので、ちょっと上がってきちゃうので、すみませんね、皆さん。気にしないでください次から。次から僕、触れないでやるんで気にしないでください。 ワン、はい、がその要するにさ100年ぶりに起きたリンクが100年前に封印された仲間たちを救いつつ100年間こう抑えられていた化け物の厄災ガノンを抑えるって話じゃん抑えた後の話は多分そのブレースオブ・ザ・ワークでもあの感じそうっすよねそうなんだけど、はい、何をしてんのってなって。 いや、ほんとにまあマジでそうなんだよ。ガノン復活したのかもよくわかんなかった。そうそう。城崩れてたのよ。えぇ、がね、じゃあ浮いてた城が。ううん。で、なんか空の話もするみたいな。空の世界の話するみたいな。言ってあれ以上何が起きるそうだから、で、やっぱ、1個目のね、トレーナーが覚えてないけど、リベンジじゃないまあリベンまあでも、ガノンが出ない、ガノンが出ないね、ゼルダはね、ほぼないんじゃないかな、確か。うーん。そう、多分ない。 ガノンリベンジタイプでしょ多分。ガノンリベンジタイプってなんで。<や>今までない、ね。今まで、ね、<laughs> ガノンリベンジしてない、ね。毎回リベンジじゃないっていうか大体。<laughs> でも、2って目打つの初めて。確か。その。あ、まあ確かに。全部別々のやつですよね。そう。見た目が一緒だったりとかするけど、違うリンクとか。うんうん、だから、時岡とムジュラが一応同じリンクの話だったの、確か。 あ、なんか、そこら辺めんどくさいですよね。そうそうそう。こっちの世界線、こっちの世界線みたいなそうんですよ、ね、そう,そ,うそう、でブレスオブザワイルドはね、満を持しての。で、なんか、だから、あれ、ゼルダム双俺やってないんだけど、やったほうがいいのかな、やっぱ。いや、ゼルダム双なんか、百年前の話。ストーリー、あるって言いますよね。100年前の、だから、封印される前の話で、しかも DLC が出るのよ。まだみんな生きてるときね。そうそうそう。それやっとかないと意味わかんないのかなっていうのはちょっと懸念されますので。うんうん まあ、に気になる人はね、やるべきだと思うんですよ。うん。ゼルダムソゼルダブレスオブザワールド楽しみですね。うん、<れ>そうですね。あとあの、小池がいたらパワープロ君の話もしようと思ったけど。あ、パワープロねー、うん。パワープロ君、あれも俺は。パワポケパワポケなのパワプロ君ポケット。パワープロ君ポケットね。そう,そう、だから、パワポケのワンツーのリメイク。はいはい,は,いはいはい。たワンツーのリメイクって一回してるんですよ、すでに実は。<laughs> アドバンスで。そう。だから、それのスイッチ版で、ファンの間で噂されてるのは、それが売れたら3,4,5,6が出るんじゃないかっていう。ああ、なるほど。そう。パープルンコップポケットはね、9かなまであんのかな僕もね、アドバンスまでしか覚えてないんですけど。そう、9か10ぐらいまであるんで。だいぶいだいぶね、ね<あ>、いろいろ。うん、いろいろ楽しみなことを。 多いですけど僕、まあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、僕、僕、ちね,ねマーベル好きですから、そうですよ。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。曲、どうなるかなんですよね、曲。映画とか、<ー>曲が結構、かっこよかったじゃないですか。そうね、で、一応、この PV も、あの、うん、ヒーロー流れてたじゃん。スクール・ウォーズの。あるね。うん、ヒーロー流れてたんで、ちょっと。 このゲーム内の曲がどうなるか、そして僕らが配信したら収益は取られるのか、でもそこにね、注目して。もう今、天下のディズニーなんで。天下のディズニーですからね。天ディズなんでね。キングダムハーツも配信してないんでね、僕は。できないですからね。そりやったんで、自分に。そう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 。もしかしたらやった、あの、レポートをツイッターに流すとかもしれない流すかもしれません。はい。あとはなんだろうな僕ちょっと気になってるのは、ライフイズストレンジの新作。ああ、そうよ。 悪い、俺はやってないからさ、ライフ・イズ・ストレンジ。言わしたから情報を得るしかないのよ。いや、もう、ライフ・イズ・ストレンジ、まあ、言ったら、もう、QTE ゲーム、選択していくゲームの中では、もう最高傑作って言われてる。本当ですかいや、本当ですよ。あ、本当にあ、それはいや、僕ね、デトロイドとか、デトロイドとかなんか言われてますけど、一番はやっぱ、ライフ・イズ・ストレンジ。まあ、ちょっと出るのが先だったんで、1900年なんですけど、あのね、日本語化遅いんですよ。 ドントナットってフランスかなんかのゲームなんですよねはい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 ,はい,はい、はい、そうでドントナットが出したテレミー Y っていうゲームがあるんですよ1年前に 1>,、うん、1年前か半年前くらいからそれはもう日本語化されなかったんですよ <laughs> え諦められたらもう日本語はいいやってそう,そうで<ー>字幕のみ字幕ギリ字幕でしかもそれもなんか有志だったかなあそれはねダメなんだよねその、うん、公式じゃないと 公式は認めてるのかなんか分かんないけど、字幕は<ぁ>で、えーと、今度出る LifeisRange1、2が、うん 2> えー、リマスターされて、パックで出るやつがあるんですよ。それは日本の発売が未定。うん、あーなるほどでも日本語化してるのね、1、2は普通にやってるもんね。いや1、2はそう。なるほど日本語化されてる。で声優もちゃんとついて、それがかったんですよ、1、2って。あーそうか そ,うそれが良かったんですけど日本で発売されないからでもツーが一応売れてるわけじゃん、うん、売れいや2がねあそうでもないそうでもないんですよねなるほどねいやよかったんですけど面白かったんですけど2が微妙でやっぱンがすごすぎてなるほどでもンのその年バリューがあるなら一応、うん、その全国 世界的にちゃんと出すんじゃないのグローバルなんじゃないのいや、なんすけど、2は出てから、海外で出てからちょっと3ヶ月ぐらいかなたってから日本語か。遅いなぁ。いや、そうなんですよ。なるほどね。いや、全世界同時もあるかもしれないでも、もしかしたら。いやぁ、新作どうなまあ、日本語のことについて言えば触れてないので、だ <laughs> い実際時間が <laughs> 多分、多分ねぇかなっていう。 E3 でそうだね。発表ないのはないかもしれないね。いや、そうですね。僕はちょっとこれを日本語ら頼むから早くしてくれてまあ、そこは気になりますね。そこはね、気になります。日本語になるならすぐできるからね。うん。ライフ・イズ・ストレンジ出るの、でも嬉しいことだよね。その、発表が出ること自体がまず。いや、そうですね。結構作ってんすよ。その、ドンとなって、そう、ゲーム。いや、いろいろ出てましたね。だから。うん、いや、ありがたい。まあ、ライフ・イズ・ストレンジ僕は楽しみはい、いいですね。で、我々は。あ、もう15分だ。 もう15分ですよ。どうしよう。来週また同じ話するいや、<laughs> 来週。え、なんかあります <laughs> なんかまだ、いいあるでしょい,やいっぱいあるんだよ。いや、そう、いっぱいあるのよ。そう、まあ、俺らで言ったら、ほら、レインボーシックス c g 大会出たので、<ー>レインボーシックスエクストラクションっていう。新しいですね。そう、まあ、PVE なのかな、これは。<laughs> そう、のやつとか、もう見たいですし、あとは、まあ、でも僕は、 まあ、E3 じゃないんですけど、サマーゲームフェスっていう配信で、エルデンリングっていうね、いうはいまあ、簡単に説明すると、まあ、僕らは芸人ギルドでもやったセキロの会社のフロムソフトウェアっていうのが出してる、はい、ダークソウルシリーズってまあ一番人気といっても過言ではない IP があるんだけど、それのまあ正当進化みたいな感じで、これも2年間、あのー、情報なかったんですよ、丸2年。 んあ一応発表はしてたんですね。エルデンリングってのを出します。作ります。うん、PS4 で出します。PS4 出しますから PS5 が発表されて、で、やっとなんだけど。どいや、もう本当に、もう思ってた通りの出来というか、ま,あ、まだ、あのー、プレイ映像ちょこちょこなんですけど。 でもあれが出ちゃったから僕はちょっと PS5 を買わざるを得なかったといういやそこなんですよ問題は結構言われてるじゃん芸人ギルのないでもいや PS5 別に俺いいかなみたいな23だけやるもんね23だけあっんであっ2じゃんそれ23が言ってたら全く言われいやそう俺も PS5 はねやっぱ欲しいちょっと欲しくなっちゃうねあ なるとでまず今回だって発表されたのほぼ PS5 に多分いやそうなんですえ、うん、だって今ラチェットクランクって PS5 でしか売ってないですよねあれねそうラチクラのなんだっけあの新作ねあれずるくないですか <laughs> まあ僕チクはラチェクラちょっとあんまやってなかったんで P5 があまりみんなに定着してないのに、うん、PS5 だけで出すってそうねまあ確かに PS5 持ってないぜからしたら なんかでも地方によっては通常販売開始したらしいですね、PS5。あ、そうですね。なんか言ってましたね。なのでそろそろ買えるだろうというところで。だから、ちょっとね、やっぱ激化しそうじゃないですか。今後、やっぱそのハリー・ポッターのゲームがやっぱ出たときに、みんなやっぱ PS5 激化するから。えあれってプレステから出てないんじゃないのハリー・ポッターのゲームって。ハリー・ポッターのみんな楽しみにしてる。64だっけやの <laughs> アドバンスでもあったから <laughs> <laughs> アドバンスのクソゲームあったからあれ,あ,れあれ以来知らないわもうマジで <laughs> ハリーポッターのゲームがやっぱ出た時にやっぱみんな PS5 買おうとするから、うん、でも動画化しなかったじゃんあのハリーポッター GO ハリーポッター GO はね <laughs> 動画化しろよお前いや1日でやめましたう <laughs> い出る出る <laughs> え同じキャラ出る出るやっぱドラクエボークとかポケモン GO のやっぱキャラ数がね,キャ,のがねキャラ数が違うんですよ、うん <laughs> まあでもね、確かに PS5 が出やったらっていうのはいっぱいあるから、ゲーム。なちょっとね、PS5 を手に入れたいっていう部分もありつつ、まあ今回のゲームフェス、まだ語っていのはいっぱいありますよ。それこそ、あの、あれ、メタルスラックのタクティックスが。メタルスラックね。ディフェンスゲームか。ファイナルファンタジーオリジンとか、ファイナルファンタジーねそうそうそう、ちょっとね、いろいろね、スパロボもね、30周年って30周年だったんかいと思ったけど。 30周年ってすごいな。そう。マリオパーティーも、あの、64のリメイクなんでね。マリオパーティー。そう。64シリーズの。あ、そうなんだ。そう。ワン、ツー、スリーのミニゲームとワン、ツー、スリーのステージが。最高じゃん。を今のテクノロジーで作ったってやつだから。一番面白いじゃん。そう。逆に言ったから、やっぱもうゲームかぶんないゲームなくなっちゃったのかなって思うよでね。ミニゲーム。もうね。もう、全部リメイクでいいんじゃないまあでもそう。昔のやつ全然綺麗にから。さそうそうそう。桃鉄とかもそうじゃん。 そうですね。だからね。まあちょっと楽しみなゲームが多いということで。多いですけど、まあ今週はちょっとここまでということでそうですね。はい。まあ来週、今週こんだけいっぱいあったけど、来週話すことがあるのかっていう感じなんですけども。うレトロゲーム特集になったら、あネタなくなったんだなあ、ネタなくなった。あるあね。ゲーム基準あるある。思い出の話しだしたら。そう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 。思い出ランキングし始めたら終わりですよ。ネタないんだなと思っていただければ。はい。まあちょっとネタ的に、はい。上げてくように。 まあ、毎週ね、あの金曜日に入れますので、はい、ぜひまた皆さん見に来てください。お願いします。ということで、来週またお会いしましょう。さよなら。さよなら。チャンネル登録よろしく。お願いします。